そうそうそう、やっぱ神隠しなんだよね。初めに言ってた、今までにも島に住む者が急にいなくなる事例はあったのだ。だが身内が巻き込まれきゃ、私は肌や実感、まあ3万人だから結構実感できそうな気がするけど、最低だろ。警察っていうのもさすがにな、さすがに、警察にどうにかできる問題じゃなくない？そっち、まともに取り合ってもらえないんだ。一般家出人として扱われるような、まあ神隠しってそういうもんだろう。警察は捜索願い受理すると検討など以下に2つに選別するのだ。一つは一般家出人、全国の拠点にデータベース登録される。これにより日々のパトロールなどで発見される可能性が高くなるのが、あーなるほどね、まあまあいつか見つかるだろうみたいな感じになっちゃうのか。そこにもう一つの分類がする、特異行方不明者だ。こっちじゃん、こっちだね。あの要するに神隠しは該当しないってことなのね。残念なことで犯罪の可能性は皆無との見解。まあ自分そうだよね、初め言ってた通り、あの身内が巻き込まれるから実感できないと思うよ。条件が書いてある。何、うおーだからダブルキー R ボタンがね、ゲームパトルするわけわかんないんだ。おー何、重々しい曲が漂っております。まあ2日連続休みだとね、天変地のマイブレってやつだって、あの風春だよ。大げさだが俺も心配なのかと思って、誰もなんか家に行ってたりしないのかな。不真面目な夢と違って連絡もか、あーだからでもさ、行かなかったのかな逆に。そこまで行ったら昨日誰か、日頃の行いですどうでしたかな、日が江川夏美殿。ダメ、いくらかけも出なかったよ。電話には出てくれないんだ。で大丈夫、神隠しになってないよね。いつまでも職員の電話にへぼりついてもあれですしね。こういう時困るよね。この島で携帯電話が、携帯電話システムないんだ。昔のさ、あの僕の小学校みたいにさ、家凸しないといけないやつだ。電波が通、あ、電波が通ってないと。え？出稼ぎのため本土に。ってことは、東京とかに行ってるってことか。年末年始にか帰ってきません。へぇ。ってことはみんな一人で暮らしてる人が多いんだ。ほんと友人はいいんじゃねえ、そっちなの？みたいになってるよ。さあ。え？何？やばいじゃーん！誰だよー、なんか変なもんぶち分けたのは。なんか見えてんだ。幸せに生きてほしいな。神谷くん？神谷くん！うん。どうしたんだよ、ホゲで。いやいや、やばいでしょ。え、心霊写真じゃん。心霊写真見立てるぞ。いやいやいや、あ、見えないんだ。見えないのか。え、一瞬だけしか見えなかったんだ。いやいや、やだよ。やだよ、こんなんもらいたくないよ。いくらで詰め込みすぎでしょ。100枚ぐらいあるんですから、熱意の方向を間違えておりますぞ。今のなんだろう、幸せに生きてほしいんだってなんだ。え、なに、急ぐぞ、清見って。あー、なんか、新しいキャラができた。なんだなんだなんだ、お前たちは。あれは生徒会のうちだ。気真面目そうなところ会長だぜ。気真面目か、あれ。あの髪型は気真面目なのか。みんなあんな感じで世話してるんです。今に始まった話じゃないけどね。何をしてるか謎なんだ。島の七不思議の一つにそんなもん入れないでくれよ。は、あ、これでこそ有事って感じだが。行っちゃったよ。どうしたんだい、クイーン見つめちゃって。疑問に感じちゃってるわけだね。会長は高等部3年だからね。ああ、そうか。いや、でもまあ、別に不思議じゃないかなと思っちゃったけどね、今。学校生活でね、違うと思うぞ。ただ話したいだけである、チムユージでもが。いや、実はね、学年ごとに一クラスしかないからさ。え、少ないね。全校生徒少なくない？ 90 人ってこと？ 90 人ってわけじゃないけど。ああ、構造的にすごいな。なんか、1年、2年、3年がさ、一緒にいる感じじゃん。1階に。なるほど。ネクタイの色が違うんだ。あ、そうなんだ。あれ、なんか自転車の飾りとかあったら、なんか自転車にシール貼るんだよね。何年か分かるように。へえ。初等部は制服自体がない。私服かい。
その辺にしとけよ。長い律儀すぎますぞ。真面目に聞いて結構有益情報だったんだが、まあ知らない人からするとね、僕みたいにやってる側からするとね、有益な情報っすよね。まあそうだよね、家凸しかないでしょ。いやいやいや、家凸しかないでしょ。神隠しに指定して、あ、神隠しに会ってしまったらやばいよね。てか逆に家で倒れるかもしれん。まあ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 倒れてる可能性もあるか。そうだよ、門松さんどうなってんのか分かんないよ。でもさ、写真も気になるよね。まっすぐ帰りたいって、え、なんでまっすぐ帰るの、え、なんでまっすぐ帰った。そういえば昨日白人だったね。まだ包丁してないのかな。私送っていこうか。途中で倒れたら嫌だもん。一人で大丈夫。行っちゃった。ああ。でもまあ他の生徒たちがまず家突破してくれるってことか。すまねえ。俺も援助させてもらう。笠間寺とか俺はやるだけで行け。ちょっと待ちなさい、ゆうやくん。ゆうやくんまで。まああいつもともと、そういう噂良くないって。いない時に噂するのやめよう。最近は普通でしたのに。また前みたいになっちゃうのかな。そんなに嫌だよ。夏美、大丈夫、大丈夫だから全然あいつ影濃いぞ。やっぱここに来たんでしょう。扉が開いてる。でもこれ多分一緒についてきてんじゃない。な、はあ、混沌の渦だ。なんだこれは。後ろからやっぱ来てたかあ、すまねえ、脅かしてしまったな。いや、それ来るでしょう。お前の椅子が。いや、その子どうでもいい。なんなんだこれ。そうだよ、見てるだけ、もう視聴者の方に申し訳ない。見てるだけ目が回ってくるよ。いや、混沌の渦じゃん。何？神隠しになっちゃうよ。てか、これ。神隠し？もしかして関係あるんじゃないか？こう、神隠しと何か。てか、そうとしか考えないでしょ。出てきた場所的にもね。出てきた場所は神社の外だったしね。気分が悪いなんて言ってらんねえな。ちょ、こん中調べてみようぜ。ああ、そのつもりなんだ、やっぱり。怖いって言ってさ、どっか行くわけじゃないんだね。やっぱりグラフィックがある奴らが行くのかあれ、この背景は見たことあんな。なんだよ、ここ。異世界に来た。異世界転生だ。そんな非現実的な。なになに、ペチンペチンって言った。なんで俺を叩いて、あ、そういうことね。夢じゃねえっつうのかよ。これが、神隠しの正体なのか。今までいなくなった連中はここに迷い込んでてって。やっと手に入れた手がかりだ。調べねえ手はね、ついてきてくれるか、しょう。まあ、そうでしょう。それ以外ないでしょう。俺の後ろにいろよ。なんか出てきたらこいつでぶった切る。じゃ、それ真剣でしょ。なんかのことがあって真剣な、あ、探索パートだ。最中に事件が発生している探索パートに移行することができます。そうだね、プロローグでやってたやつですね。あ、いいね。これドット絵があるっていいね。あ、HP が120とか150になってる。急に弱くなっちゃった。急に弱くなっちゃったな。雑談会話もできるんだ。行わなくても無駄しに意味はありません。はい、なるほどね。今どんな感じみたいな、そういう感じだね。か。あ、いいね、ドット絵。いや、投破率がめっちゃ、もう一気に 100% ですか。さっきは 10% だったのに。どこまでいても何にもねえな、ほんと。なんなんだ、ここは。なに？ビタチー素材感みたいなのやめて。ちょ！え？何何、え、言うや。おー、ちょっと夢。夢なわけないじゃん。嘘だろ。夢でやってくれ、こんなこと。俺でずっと一緒だね。何なんだ。笑い誘いに来た？ねえ、笑いは誘いに来たでしょ。でんって。でん、まあ、じゃないんだよ。笑い誘いに来た。あ、バトルじゃん。来るな。来るな、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 来るな。死にたくない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 。
動けない。うわー、逃れる手はないだって。あれ、どうすればよかったんだ。なんか転生繰り返してんね君。ちょっとなんかこの展開2回目よ、この短時間で。結構短時間よ。まあ、1時間以内で2回くらい転生してるよ、君たち。気がついたか。どうせ椅子出てくんだろ。ほら、出てきた、君。そりゃ椅子出てきた。いつか見た夢の人、相馬と、相馬通りさ、そもそも自覚を持て。アッキーが貴殿だろ、襲ったのは。友人が川、命を落としたの。命落としちゃったよ、どうすんの。その甲斐もなく、貴殿も後を追ったのも。何もかも揺るがるリアルなのだ。何もできなかったよ。逃れるってなかったよ。そうだ。すべてを受け入れろ。目を背けることは許されていない。どうすればよかったって言ったらどうしようもなかったけど、なんか笑い忘れに来たし。力だ。悪鬼を跳ねのける力があれば、滅びの結末を覆せるだろう。あれも一種の滅びの結末ってことか。すでに備わってるはずだ。我々が与えた大いなる H が。大いなる H じゃないんだね。ベルホールの力は時をも超越いたします。死の時より前に戻ることを叶えましょう。いやー、そう戻ってきたか、エルシャダイするか、ドーンって言うか。まあ自分も変身でドーンってやる気が来るのかな。死災は追って捨ててするが。時を戻すが、まあ何回でも使えたらチートだからね。すべてを救う職業不可能と思っていただきたい。されど。貴殿の手が届く範囲ならこの限りではない。問わせてもらおう、客人よ。残酷なる真実を知るだろう。神は言っている。あー、ドーンって言うか。まあ自分も変身でドーンってやる気が来るのかな。死災は追って捨ててするが、時を戻すが、まあ何回でも使えたらチートだからね。すべてを救う職業不可能と思っていただきたい。されど、貴殿の手が届く範囲ならこの限りではない。問わせてもらおう、客人よ。残酷なる真実を知るだろう。苛烈なる戦いは避けられるんだろう。それでも己の命をかけて戦う覚悟はあるか。答えるまでもない。これ待って、ユウヤは絶対手得ないんじゃないか。ユウヤは届かないんじゃないの。大丈夫か。さあ、客人よ、高らかに力の名を唱えるがよい。斧が望む物語のため、誉れ高き力の名を。エゴイズム。これがタイトル、タイトルのエゴイズムってこれか。なんでしょう。あ、戻ってきてる。我々の言うエゴイズムは独りよがりのことではない。王として君臨し、これがエゴイズム。正しく導くこと、正しく何何、ちょっと待って、これが変身シーンだ。これが初めの変身シーンだ。エゴの赴くままに。すげえ。どっから来る気配を探るんだ。そこだ。あ、下がったか。なんでこいつは ポケモン。下がってくれ。ちょ、お前。ああ、どうしたの、おっぱい。神谷翔様、聞こえておられますか。ここに聖剣を、心に聖剣。心に聖剣って何。その力を持って、御敵の実技を我が物でできましょう。え、どういうこと。さあ、示すのでございます。自分こそが物語の王なのだと。エゴイズムの聖剣。バナー属性で、ほう。対象の物理です。習得する性質。すげえ。回復魔法、あ、だから敵の術技を自分のものにできんの。何でもできる子じゃん、お前。お前、それ何でもできんじゃん。敵の術技奪えるは強すぎるでしょ、そりゃ。これが、そう、これがエゴイズムか。あ、ほんとだ、ゲットスキル、サーナって書いてある。へぇー。わぁ、21、21、強いよ。普通に強いよ。普通に2回攻撃してきたよ。回復戦は2人で死が訪れる。
うん、そうだね。時を戻すトリガーは好きだし、そのものだ。ああ、なるほどね。やられても、何？やられても一応神は言っているするのか。ゆるきちゃんって時を戻すコース、その戦闘の最強だ。まあ、だことはリトライ的な感じ。もうリトライって書いてもらう。諦めてそのままゲームオーバーになります。敗北状況を満たすことで、その戦闘の変分、あ、大きなペナルティはありません。そうだね。ありがたいね、それ。まあでも、まあできればそんなポンポン死んでも多分困るので、ポンポン死ぬなって話だから、普通にさ、どんぐらい回復するの ?101 回復するってことは、まあ、わかんないけど、もう一発耐えるってことになるのかな一応、理論上は。オリアス。普通に、でも44か、あんまり効かないんだね。回避行動、確率で回避。道具使用とかあるんだね。まあ普通に戦ってみる。一発は耐えるってことになるのかな。いや、ちょっと待って。ちょっと怖いから回復していい？なんか、ドカーって。二回攻撃は避けられないんだね。この調子なら大丈夫。この調子なら大丈夫なんだね。あ、逃走！あ、さすがにそうだよな。長いなと思ってたら逃走するのね。ちゃんと一応追い払う的な、モンハンでもよくあるやつね。倒せなかった。いや、さすがに倒すのは厳しいで。おっかねえやつはいいんだな。いよいよファンタジー銃で来たぜ。大丈夫か、辰巳お前。え、バンバンされてたよ。なんだそれ暗殺者みたいな格好は。魔法みたいなもん放ってたよな。よかった。辰巳は救えんだ。いや、よかったじゃなくてよ。ちょ？あー。助けてあげてほしいな。これでずっと一緒だねって言って、これは誰なんだろう。さっきからそうだよね。そんなことより起き上がらなければ。ゆうやが。大丈夫か？また言ってきたらさよならだよ。